始まるよ。きれいに手は洗ったかな？手作りキットを開いたら、さあ始めよう。今日は鯉のぼりの家族の中からひごいだよ。一緒に作ろう。使うあんこは3種類、用意はいいかな？赤いあんこをよく練って滑らかにしたら、手のひらで丸めながら丸い棒みたいな形にしよう。その半分をへこませて、上から見ると涙みたいだね。白いあんこも同じようにやってみよう。そうだ、後で目に使う部分を少しだけ取っておいてね。棒の形の半分を潰して、上から見たら涙の形。赤と白の薄くなった部分を重ね合わせてくっつけたら、白から赤に向かって色を伸ばしていこう。丁寧に伸ばすととっても綺麗な色合いになるよ。裏返したら、ここでも後で使う茶色を少しだけ取っておいて、あとは包んでいくよ。あんこが包めるとおまんじゅうなんかも作れるようになるよ。中のあんこを包み込むように外側を上に上に押し上げていこう。最後はしっかり閉じて丸めながらお魚の形を作っていこう。こんな感じ。ここで濡らした布巾の登場。布巾にのせたら頭の方からかぶせて、尻尾に布巾のシワが集まるようにするんだ。ここにシワを集めてね。一回ねじったら、右手の3本の指でしっかり包んで、この3本ね、右手の指でねじったところを押さえて、シワの模様をつけるように押すんだよ。左手は離して力を抜いてね。あんこが潰れちゃうからね。さあ、できたかな？シワがついてひらひらした尻尾の出来上がり。親指で押したり撫でたりしながらポカーンと大きな口をつけよう。あ、小さな口でも可愛いかもね。いろいろな口を作って試してみよう。次は三角ベラとお箸を使うよ。三角ベラを当ててぐるっと回したら、唇の出来上がり。目をつける場所にはまず白いあんこを貼り付けて、お箸の太い方を使って丸く浅い穴を作ろう。作った穴に茶色いあんこの黒目を入れるよ。最後はスプーンを使って何をする？そう、エラを作ろう。目の下あたりにスプーンを浅く刺して、外側に向かって傾けながら抜くんだ。浅く刺して外側に、そしてお箸の太い方を使って鱗を作っていくよ。こんな感じ。鯉のぼりのひごい完成。手作りのお菓子はどんな味かな？君のお菓子を写真に撮って送ってね。ホームページで紹介するよ。